出た、上がらんぞー。いかん、これはいかんぞ。このままではもう失踪したも同然。編集進まないし、どうしたら。だってモンハン楽しいからさ。あれ、もしかしてこれもう撮影始まってる感じ。ヤッペイドのシリーズも中途半端で完成してないよ。どうするか。そうだ、ヤギやろう。え、なんでヤギかって。いやほら、動画の尺見てくださいよ。ほら、3分しかないじゃん。だからちょうどいいぐらいのゲームを探したらこうなりました。まあそれはさておき、今回はちょっと特殊なモードでやっていこうかと思います。なんだこれは。あーそうか。電子レンジかこれ。あっはっはっは。なんだただの電子レンジじゃん。そうだよね、やっぱりヤギと言ったら電子レンジ。わかるわかる。んなわけねえだろ、すっとこどっこい。と一体これは何すりゃいいんだ。いやなんかもう開始数秒で景色がカオスすぎてどこから突っ込めばいいのって感じなんだけど。いやちょっと待って、生足気持ち悪い。いやだからその飛び方やめてくれよ。もうなんか気持ち悪い通り越して可愛く見えてきた。これがあれですか、キモカワってやつ。うわ何かを今パカってなったけど。わからないことがありすぎる。とりあえず1をしたら何か出てくるのかな。本当に何か出てきた。え、何これ。え、ピザかなこれは。いや、それは置いといて、これ RPG 的な世界観なんだよね。これ何に使うの。まあまあ、他の技も試してみようか。落ち着こう。さあ今回もゴートシミュレーター、やっていきましょう。ああ困ります、お客様。そんなところで寝るのは体に悪いですよ。っていうことで僕が解放して差し上げますね。なんか言ってることサイコパスな気がしてならないんだけど、サイコパス杏仁とか言われたら嫌だな。この人はよっぽどここがお好きなようで、走る走る。オレーターチ、ブル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 。イエーイ、みんな乗ってるかーい。イエーイ。見ろこの宙返り、かっこいいだろう。かっこいい。杏仁さんはイケメン。それはないわ。満場一致かよ。いいもんかっこいいとこ見せちゃうもん。今からトラック飛び越え。私は悲しい。気づいたら現場がものすごくカオスなことになってます。っていうかこの人たち、立ち上がって勝手にまた倒れるのよ。この人たち、立ち上がってっつってな。アクションに見えるからやめろ。さあいかがでしたでしょうか、今回のゴートシミュレーター。こんな感じで3分とかでサクッと終われる動画を上げていければいいなぁとか思ってます。っていうか首刺さってます。ということでね、今回はこのトラックさんと一緒に終わろうと思います。画面暗いんですけど、それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。次回の動画までゆっくり待っていてね。